ビルエリオット、ウィリアム・クライド、ビルエリオット、1955年10月8日台は、アメリカ合衆国ジョージア州道ーソンビル生まれの、ナスカーカップ戦ドライバー。ナスカーのカップ戦のメインスポンサーが、ウィンストンの時の1985年1987年の、デートナ500ウィナー、1988年の、ウィンストンカップシリーズチャンピオンである。彼の息子のチェイス・エリオットは、 2016年からヘンドリックモータースポーツからウィンストンカップシリーズに参戦している。1976年にウィンストンカップシリーズのロッキンガムに初参戦。1981年からフル参戦。1983年最終戦にてキャリア初勝利をする。ちなみに彼が勝ったコースはロードコースであり、デビューから99戦目で勝った。 彼の息子のチェイスエリオットも同じデビューから99戦目にロードコースで勝っている。ビルエリオットはリバーサイドインターナショナルレースウェイ。チェイスエリオットはバトキンズグレイインターナショナル。1985年、1987年に年間チャンピオンになる。2018年、エクスフィニティシリーズのロードアメリカにスポット参戦。現状、彼が最後に参戦したレースである。 ありがとうございます。